まだ食うかな。お腹空いてもうたで。まだ食べれるで。柿食べたい。柿食べたい。マジで柿好きなの。マジで。柿好きすぎて、あ、昔からなんかないかなってぐらい柿好きなの。で、一回もう柿食べたすぎて、どうしようって考えた結果、近くのお弁当屋さんから柿フライデリバリーして、申し訳ないけど柿の中身だけ食べたことあるの。フライの気分じゃなかったんだよね。いや、柿はうまいよ。柿はうまいよ。みんな柿好きですか？うん、そこで食べれるようになったのね。居酒屋さんでバイトする時ぐらいかね。で、居酒屋さんでバイトする時は柿がね、あのちょこちょこなんか柿食べれるって断れないじゃん。いらないですか、いらないからちょっと食べてる、うまくねみたいになって、やっぱ大人になるってそういうことだよね。大人になってそういうことなんだよ。分かる？はい、ありがとうございます。やばくないっすか？やばくないっすか？これ、ちょっと普通に撮ります。え、これやばくないっすか？これやばくないですか？かっこ語彙力みたいなレベルなんだけど、え、かおしゃれすぎません？私おしゃれな日を過ごしてるんでしょうか？やばいやばいやばい、ちょっと早く食べてって言ったよね。おう、何します？切り出しますね。チーズが溢れていきますね。おー、すごい。うちらの贅肉みたいなレベルでこのチーズで無理やって何も言うことはない。そんなことない。いやいや、ほんまに自分の体を見てるようなレベルのチーズ、多分もうヘルシーのみんな見てくれてるから分かると思うんだけど、うちらのね、肉をそんな感じですよ。もそうだったけど、めちゃくちゃチーズ溢れてからね。じゃあ、というわけです、はい、いいですか？今そっか、ここがあれか。相性がとてもいいので、最初のまま食べていただきまして、ただ蜂蜜をかけて、たっぷりかけたのが美味しいので、たっぷりかけます。はい、かけますね。やったー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいな、見て。お食うさんじゃん。これも、初めて見た人生でこれ。え、見たことあります？みんな。プーさんじゃん。プーさんだよ、これは。うちがプーさんみたいって。誰がプーさんやろ。じゃあ、蜂蜜かけていきます。え、これってこうやってかけるんだ。え、これの使い方がいまいちよう分かったな。アップでちょっと蜂蜜かけてるとこ撮ってもらってもいいですか？え、これどうやって使うの？これこう？たっぷりかけます、蜂蜜を。おお、はい、ではいただきます。うちさ、企画でさ、ドミノのさチーズピザ食べてじゃん。エビチの量のチーズ、チーズだって乗ってこないかったもんね。
美味しい。もうなんならチーズ別添え。チーズ祭りね。喋れない。やっぱデブとチーズの相性って最高だよね。今だけサーモンのやつもそうだけど、結局デブチーズだったじゃん。バーナーで炙るねって話だけど、あ、すみません、はい、チーズケーキがおすすめ。あ、そうです、炙りチーズケーキが。あ、じゃあ名物。じゃあもう名物、じゃあもう炙りチーズケーキを。はい、かしこまりました。コーラも、コーラも。コーラは、はい。じゃあコーラと炙りチーズケーキ。はい、私、三ツ矢サイダー箱買いしたのにコーラ箱買いしたからね。もうレベチじゃね、頭おかしいよね。すみませんね、ほんとコーラ食べよう。食べます。結構ね、お腹に止まる、お腹いっぱいになる。この辺4時に変わるから、今日まだ10回やってないからやんないと知らねえかな。あれが、ちょっと待ってください。ご飯屋さんでゲームします。そうそう、ちょっとデザートとの合間なんで。よし、これで、
甘さでめっちゃ美味しい。名物らしいです。うまっ。眠くなってきちゃった。また来たいと思います。